野原の村のおねずみたちがなんだか嬉しそうにしています。思わず笑顔。雪が降る季節になって指定の木の家にも贈り物が届いたのでしょうか。それはある冬の日のお話の始まりです。思わず笑顔。阪急からのお歳暮。阪急。